いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。アースアース編集始めた時は協会の輪廻放映中だった RTA、始まるよ。ここペン。無差別格闘早乙女流乱幕。放せシャー剣道道場の茜ちゃん。ちょっと何よ。二人は親同士が決めた意味名付け。勝手に決めるなよ。迷惑だわ。そして乱馬くんには悩みの種。何すんで。水をかぶると女の子になっちゃうんです。乱馬二分の一は高橋留美子原作のラブコメバトル漫画です。中国奥地にある受仙郷で溺れた呪いにより、水をかぶると女になる体質となってしまった早乙女乱馬が主人公。オープニングはないので早速始めましょう。また、原作既読用に作られたゲームであるため、作中で設定の説明はほぼありません。最低限はフォローしようと思いますが、追いつかなかったらすまぬ。画面の彼は受仙郷のガイド。ただのモブかと思いきや、ちょこちょこ出番のあるモブです。早速やらかし、墓に封印されていた猫魔王とかいうのが復活してしまいました。簡潔な導入。いいぞこれ。ランマと父の玄馬は現在天童家に居候中。天童家には三姉妹がおり、末娘の茜が言い名付けです。親同士が勝手に決めた言い名付けであるため、当人たちは納得していません。この岩ちゃん。二人は見えっぱり VS 意地っぱりなので、コメディ、超えられそうな壁、ラブとなっております。まずはメッセージ速度を最速に変更。手動連打と大きくは変わりませんが、労力が減ります。天童家は格闘道場をやっています。ちなみに茜は一般スポーツマンの集団ならボコれるくらいの強さ。ツンデレとツンデレが合わさり最強に見える。ということでチュートリアル戦。ただ殴れば OK です。行動内容や行動順で稀に負けますが、イベントは問題なく進むのでもう満載。ちなみに設定上ではランマの方が圧倒的に強いです。決定連打していると再戦してしまうので、B か Y 連打でキャンセルします。今では天童家の面々プラスパンダが団らん中。ちなみに玄馬は別の泉に落ちた呪いで、水をかぶるとパンダになります。突如現れた不審者たちは赤猫団と名乗り、強い男を集めているとのこと。玄馬はこれでもそこそこの武道家なので、リストに上がっていて拉致されてしまいます。同門なのに総運はリスト外。悲しいなぁ。ランマは女状態だったため、こちらもスルーされました。ちなみにアニメやゲームでは、男状態を漢字でランマ、女状態をひらがなでランマと使い分けていたようです。あ、ゴレ！ランマのライバル、ヨーガの登場です。強さ的にはランマの方が少し上といったところ。どしがたい方向音痴で、すぐ迷子になります。チュートリアルその2。また殴り合うだけですが、強化技殴りと来ると普通に負けます。でもイベントにはいかなく、今回は重ね掛けしようのないゲームで強化を連発するだけのクソ雑魚なめくじでした。べ。両ガと濃密な絡みをしている間にパンダ語一行を見失ってしまいました。500メートルの一本道で目的地に着くのに、4日かかる両ガが早くも迷子。つっかえ、ほんまつっかえ。向かうは中華や猫飯店。イベント消化に行きます。本場の中華味わいたかったら、猫飯店に来るね。ここにはいろいろあって中国からランマを追いかけてきたシャンプーとその曾祖母コロンがいます。原作でも生き字引として出番の多いコロン。赤猫団についても詳しいようです。
猫飯店にはもう一人、ムースというシャンプーの幼馴染がいます。赤猫団はムースもさらうつもりだったようです。しかし当人は出前で留守。残念だったな。イベント前、ですがほぼチュートリアル3です。赤猫とシャンプーが加入。攻撃を集中させ、パパッとボコって、終わり。食らう方が集中すると落ちることもありますが、戦闘後は自動蘇生、経験値は誤差にもならないので気にする必要は。ないです。わーい、勝利だ。レベル。すると全回復します。使用周りはおいおい説明していきますが、比較的重要。ご丁寧に、アジトである高校の鍵を見せびらかしていく下っ端。猫飯店に来る前に高校に行くと、校門に鍵がかかっていて入れないと言われます。常日頃飛び越えたり壊したりしてますが、ごまけえ答えいいんだよ。ということで鍵を追いかけて土管へん。初ダンジョンですが、RTA のお約束、全逃げです。まずい連中に構ってられるか？宝箱もぼちぼち落ちていますが、これもスルー。理由は口述。素の逃げ率はそこそこです。5割はあると思いますが、もっと良い技があるのです。逃げはあまり使いません。その技はランマが持っているので、シャンプーより先に動いたら使います。無差別格闘さ乙女竜王に、敵前、大逆走。なんて使える奥義なんだ。以後、不要な戦闘はほぼこれで回避していきます。とはいえこの段階ではまだ行動順が安定しないため、他キャラが動いたらとりあえず逃げチャレンジしておきます。ゴール機会ですが加速。この流れが非常に多いので、加速は増えると思います。こういうケースは前にもあったよな。逃げていった連中を発見。おいゴルは、鍵持ってんのか。もう動けるんですが。あ、しろ。やっと気づきました。RTA 中によそ見するのやめません。まだまだ雑魚戦です。みんな殴れー。資金回復。ランマは先ほど覚えた遊説客で攻撃。メッセージ最速なので少し見づらいですが、火力が違うのがわかると思います。おとなしく出しときゃ痛い目になって済んだものを。さて帰るのですが、ここで仕様のご説明。このゲームでは、ダンジョンでボスを倒すとそこでの雑魚円化がなくなるという仕様があります。なので宝箱の回収は基本的に帰り道で行います。優しい。RTA に優しい。サイド猿の干物に話を聞くため猫飯店へ。赤猫団は、邪悪な妖怪猫魔王を復活させるため、何でも願いの叶うという星の水晶の力を利用したいようです。そのためには水晶を分割した3種の神器を集めるはず。これを食い止めなければいけません。常々ふざけた体質を直したいと思っているランマ、水晶の力があればまともな男に戻れるはず、と私欲全開で解決を目指します。お願いにゃんきゅう。
何か起きていたような気がしますが、気のせいでしょう。この後は茜とシャンプーが離脱するので、装備を引っぺがしておきます。またしても赤猫団と戦闘。やっぱり雑魚です。ほぼチュートリアルな戦闘はこれが最後です。心置きなくボコボコにしましょう。風林館高校の悪の校長、なんと赤猫団に協力しているようです。パイナップルで爆弾。ははは、こいつは傑作だぜ。囚われのみ、ついでに赤根やシャンプーとも別行動となりました。色黒中年に拉致監禁される高校生。まずいですよ。ちなみに男女自由選択なのでホモにもノンケにも対応しています。安心してください。校長、すでに洗脳済みでした。このままではまずい。このままでは全滅だな。からのお前の監禁ガバガバじゃねえか。あ、これ。牢屋を抜けると、そこは見たこともない土地でした。特にイベントもないのでさっさと先へ進みましょう。セーブは場所、タイミング問わずできるので、王道を行く10米ウォークがしたいのですが、オープニング演出がカットできないので、リセル回数が多いとバカにならないロスになってしまいます。幸い演歌率は高くもなく低くもなく、しかも逃げ技もあるのでおとなしく前進です。団体を見て、色気を出して借りに行った模様。なお HP 把握してなくて失敗。あのさ、すげえ臭かったな。レベル、はできたので、直後にある稼ぎがほんの少しだけ楽になるでしょう。君は行方不明になっていたようだじゃないか。どうして迷子は発生するんだろう？長編乱魔特有のさらわれる茜。ヒロインだからね、仕方ないね。両側が加入。ゲームの大部分で乱魔と共に火力を担当します。温泉にパンダがいるらしいです。一体何を止め現魔なんだ。まずは準備のために買い物。ヒロインたちを脱がして手に入れた服はここで資金化し、武器と回復を揃えます。次はお好み焼き屋うっちゃんの屋台へ移動、回復アイテムを買います。うっちゃんは乱魔の言い名付けです。何かおかしいじゃないかって、全部パンダのせいだよ。乱魔の幼少期、すでに天道家との約束があるにもかかわらず、右京と久遠寺家の屋台両方をもらい受ける約束を交わす。そして屋台だけを持ち逃げするという下道の極み。クズが。さて、うっちゃんの役割ですが、ゲーム中で唯一回復アイテムを売ってくれる貴重な存在です。このゲーム、移動中は技を使えない仕様となっています。つまり移動中の回復はアイテムしかありません。これはもう足しげくうっちゃんのところに通うしかないな。さて、イベントの関係で女湯に入らないといけないので、両側に水をかけて豚にしておきます。ここで全国5000万人のうっちゃんファンに飛行です。本 RTA でのうっちゃんの出番が全て終わりました。嘘だろお前。だって、回復いらないんだもん。
無事女湯に入ったら、隠し通路に入る前に来たるべき運ゲーに備えて準備をします。あ、女湯に入った後なら男に戻しても怒られません。表に限る。運ゲー稼ぎに。行くぞ！全体攻撃である両側の爆砕転結をメインに狩るのですが、敵の数、行動順、行動内容、狙われ方、などの噛み合わせによって平気でぶち殺されます。初戦は無事撃破。終わったら体力を回復。備えよう。これをランマが次のボスの攻撃に一発耐えられるレベルまで継続。次の戦闘まで加速。初手用が、いいぞこれ。基本的には順番が来てから行動を決めるタイプのターン制で、行動順は素早さ依存ですが、ある程度はブレます。お兄さん許して。強化されると次ターンから即死球になるけど、優先して殴ればなんとかなる。ダメみたいですね。とまあこのように攻撃対象が集まるとどうにもなりません。きつい分フィールドより上味なので我慢しましょう。私は負けない。加速しよう。ランララン。移動中暇な皆さんのためにこんな動画を用意します。ルコ殿、多少はできるようじゃな。あかねちゃんのパンチ。なんだかんだで茜を発見しました。いたぞー、いたぞー。資金セーブをして。いざ鎌倉。記念すべき初ボスはヤシャオウ。どうもヤシャオウさん、ランマです。挨拶は大事、古事記にもそう書かれている。人の話を聞かない作品は名作という持論があります。異論は認める。さて、ヤシャオウですが、お祈りします。行動パターンは打撃と強化。無強化の打撃は余裕で耐えられますが、問題は強化。強化してから殴られると現在の防御力では70弱くらいます。稼ぎはランマがこの強化打撃を一発耐えるためでした。強化をされない運や、強化連発してくれる運があるならもう少し低くても勝てるでしょう。両側は石敵回輪傘という単体眠り技を使ったりもしますが、体感命中率3割くらいなので、お祈りに自信に気は使ってどうぞ。今回は通りました。そんなこと言ってる間に倒しました。出れたな。勝率はだいたい7割くらい。直前にセーブができるので、それほど辛くはないです。まあタイム重視ならリセ案件ですが、シャンプーとついでにパンダは別の場所に連れて行かれたようです。
ストーリー序盤からちょこちょこ出ていますが、ランマは過去のトラウマにより猫が死ぬほど苦手です。猫魔王が天下を取ったら大変なことになるのですが、そんなことより体質改善だ。外へのショートカットも用意してくれる優しいゲーム。アカネが再加入。アカネは主に手当て、関係による回復担当です。戦線維持に不可欠なので重要。ワイデブキラー。今回はここまでです。じゃ、また会うね、再戦。アースアース。レベルを上げて扇で殴る RPG パート2始まるよ。前回、お祈りしながらヤシャオを殴り飛ばしたところからスタートです。見かけた村に入ったところ、門番にいきなり拘束されてしまいました。あ、怪しくなんかないです。ただちょっと水をかぶると女になったり豚になったりするだけなんです。この技は、暁の四戦士として活躍したエアウルフの必殺技。恐ろしい技だった。足を引っ掛けていなければ今頃こちらが、ジャバンは置いておいて、村は赤猫団を警戒していたようです。赤猫団に先んじるため、三種の神器の一つ、桃の勾玉が祀られている神社の結界を解くお札をもらいました。誰だお前は！赤猫団のトップ、カムサルには武神と呼ばれる右腕がいるようです。火の玉を投げ、若い女を追いかけるらしいですが、ともあれイベントも終わったので金作アイテムを没収。そしてサクッと加速します。最新チャートではこの村で装備を整えますが、動画は旧チャートなのでそのまま外へ。セーブをし、道中狩りです。目標は茜が次のボスの攻撃に耐えられるレベル6です。とにかく茜が耐えられないことをお祈りします。こいついっつも祈ってんな。この辺りでうま味なのは緑のスライムくん。その分強いので、出てほしいでもリセ怖いのジレンマです。柿の村へ。とりあえずイベント召喚に。行きましょう。行きましょう。行く。この村はすでに赤猫団によって嫌がらせを受けていました。村人を追い出して、ここにキャバレーを建てようとしているようです。ジャパニーズヤクザかな？嫌がらせに来たのはチンピラ二人組でした。チンピラは追い返しましたが、姉さんとやらが登場。私だな。姉さんことラセツメは、前回倒したヤシャオウの奥さんでした。ヤシャオウはあれからスーファミしかやらなくなってしまったらしいです。ORTA 訳しろよ。なんと卑怯にも人質作戦です。娘が誘拐された。引っ換えに、さっきのお札をよこせと言って帰りました。娘は無事だ大佐。少なくとも今のところはね。それはそれとして、さっきからチラチラ見えてただろ宝箱を回収します。大丈夫、ちょっと借りるだけだ。資材を回収したでち、売って準備資金にするでち。旧チャートなのでここで装備と道具を買いに行きます。
新チャートでは夜のは道具屋だけ。使わないものを売り、装備は防具を揃えます。特に茜は重点的に。拾った装備の中で重要なのはリストバンド。防御が上がるアクセサリーは貴重です。攻撃が上がる代わりに素早さが下がるビガのパンツは両替。ランマは先行大逆走を使う場面が多いので向きません。買ったものは装備しないと意味がないぞ。ということで装備変更。この後お冬を道具屋で売るので、その前に変えておきます。終わったら道具屋へ消耗品を補充しに行きます。昇格お姉さんのなぜなに赤猫団。本日の仕様はアイテム枠の説明です。このゲームのアイテム枠は有限です。イベントアイテムである、夜間とバケツは固定なので、残りが自由枠となります。その枠は30?これスーファミですよね?嘘だぞお前!アイテムのまとめ機能があって、本当は30種類とかいうことは、ない?いやー、まあ、そう。仕方ないのでこの枠を目いっぱい使って切り抜けていくわけです。とりあえず陶器回復効果のビンビンドリンクを大人買いします。その名前大丈夫?怒られない?かなりガブ飲みするので、あれが何でビンビン待ったなしです。仮想区。お買い物タイムが終わったので人質を救出にアジトへ向かう。前にレベル上げの続きです。アカネが育たないと無理ゲーだからね。仕方ないね。暇な皆さんのためにこんな動画を用意。そうだよ。嬉しいだろ。なぜなに赤猫団、と変です。画面をちゃんと見てる RTA 中毒兄貴ならお気づきかと思いますが、最初からここまで、陶器を回復する行動をほぼしていません。ドリンクは一度だけ、宿にも泊まっていません。レベルアップでの全回復こそありますが、そんなにタイミングよく何度も使えるものではありません。これは本ゲームの特殊な仕様によるものです。本作での陶器はいわゆる MP なのですが、最大 MP に該当するものはありません。最大値は255個程で、レベルが上がると各技の消費量が下がっていくのです。そして最重要なのが、陶器は自然回復することです。フィールドでは一歩ごとに全員が2、戦闘中は防御を選ぶと20、防御以外は5、行動キャラが回復します。変化がきついわけではないので、一戦終わった後歩いているうちにある程度は回復できます。これにより、大逆走のような逃げ技は無限に使えると言ってもいいでしょう。前述の通りアイテム枠がカツカツなので、買い足しに行くのを避けるために消費アイテムはできるだけ温存します。アジトのてっぺんに着きました。ボス戦が控えているので回復。初ターンに崩れるとまずいので、ここはきっちり。シェリーはどこだ?ハロノ助けてくれ。お札を渡せば人質を返していただけるんですね。渡したお札はさらに上位メンバーである亀井の手に移り、持っていかれました。これで取引成立です。さあ、子供を離せ。はい、当然ですが保護にされました。己やしゃおう。ふざけやがって!ということで羅刹目です。行動は完全ランダムで、単体攻撃、全体攻撃、麻痺技、確率の3種。赤根で回復しつつ他2人で殴ります。傘もワンチャン通り、ヤシャオウに比べて通った時のタイム的リターンが大きいので今回は積極的に。赤根が現在使える回復技は、手当て、と、みんな手当て、の2つ。手当ては単体100個程、みな手当ては全体150個程です。全体回復アイテムは後半にしかない上貴重なので、全体技を食らったらみな手当て、しかありません。傘が通りました。楽勝だな。夜叉王ともども、傘は通らないまま終わることも珍しくないので今回はついている方でしょう。ランマは茜の陶器が切れたらビンビンを使って回復します。自然回復しようと思ったら防御を4ターンくらい続けてやっと1回分くらい。冗談じゃねえや。結局全体も使われず。食らうのも回復も演出ロスがあるのでタイム的にも。うん、美味しい。削り切る前に置きましたが、ちょっと殴っておしまいです。楽チン楽チンチン。勝率は9割です。
攻撃は全て回復が追いつくのですが、麻痺だけはアイテムがないとどうにもならず、茜に刺さると削り度合いにもよりますが罪です。姉さーん、まあ死んだふりなんですけどね。まだ生きていたのか。無事人質も脱出しました。やったぜ。例によって因果はなくなりますが、特に欲しいものもないので飛び降りて脱出です。加速へ参ります。あ、ランマが非優勝戦波を覚えました。全体攻撃でかつ演出も短いという素晴らしい性能です。報告に戻るとお礼を言われますが、お札はもうありません。こんなの聞かなくてもと思いますが、必須フラグなので仕方ないね。移動なので加速。次以降も茜の耐久力問題が続くので、ウマージナ演歌は買っていきます。ちなみにランマはこっそり甘栗剣も覚えていましたが、設定ミスなのか何なのか、焼却より威力が低い上に消費も重いという惨敗技です。悲しいなぁ。桃の村にナイスな装備が売っているので買い物です。攻撃力も上がる力のハチマキをアタッカーに。火力アップの恩恵は大きいので、これが最終装備となります。武器は今後も速度が上がるナックル系をメインに買っていきます。先生は偉大、はっきりは勘だね。この辺最新チャートだと少し買い物が変わっていたりするのですが、新しいのがはっきり早いというわけでもないので誤差だな。違いはボス用に攻撃アイテムを買うことなのですが、買い物時間や使った分のお金の問題などでどちらがいいかはまだ決まっていません。買ったものを装備しましてと。茜も削り焼くくらいはするので、お風呂の武器を回しておきます。イベントを消化していきますよ。いくいく。桃のマガタマを守っていたミコのガコちゃんと謎の土木作業員たっさんの助力で、マガタマのある神社への裏道から追いかけることになりました。よしパパ、マガタマ守っちゃうぞ。モタモタしてるんじゃないの。ダッシュダッシュダッシュ、加速&ダッシュ。道中は続けて歩き狩りです。ランマの非優勝天波、溶岩の獅子方向弾、先行した方で倒していきます。見えないと思いますが、よだめが軒並み40ほど上がっています。やっぱ中野くんの余裕最高やな。いつも通り、通り道かつ必要なもの以外の宝箱は後回し、一直線にボスのところへ向かいます。ボス直前の演歌では体力を回復させてから倒すは逃げ、メニュー回復できないからね。陶器が中途半端でドリンクを使うか迷うライン。使ってもよかったかな。幹部クラス、玄武です。玄武は単体攻撃、全体攻撃弱、全体攻撃強の3パターン。強弱問わず全体されると皆手当てするしかなく、陶器を圧迫されるのでドリンク消費がかさみます。ちなみに傘はもう使いません。効くことは効くのですが、火力ががっつり上がった今微妙な運ゲーをするくらいなら、パパッと殴って終わり、した方が良いです。毎回死にかけているように見えますが、乱数幅もそんなに大きくないのでちゃんと耐えられます。事故る要素がないので、回復薬の茜の陶器を切らさないようにしつつ、打つべし。あ。ちょっと待って、茜にドリンク入ってないやん。起きたらどうしてくれんのこれ。雑魚が余裕なんだよ、べ。報告書はご覧になりますか。いや、その、ですね。ごめんなさい。何はともあれ桃のマガタマは守りきりました。やったぜ。さて帰宅。ここは重要なアイテムが点在しているので、拾って帰ります。右枠にまとめてありますが、ダンジョン離脱アイテム、攻撃アップ台のアクセ、金策関係、全体攻撃アイテム。これらを回収し、拾った脱出アイテムを使って外に出ます。拾った腕輪はフィールドに出る前であればいつでもいいのでちゃんと装備。わーい出口らー。ミコのガコちゃんと土木のおっちゃんにマガタマ確保のご報告。置いとくと危ないので持っていくことになりました。ふん、こんな奴に任せていてはサルーインの手下に奪われるだけだ。前の村の村長から呼び出しが来ました。
ついでに要件も言えばいいのに。ということでここでの用事が全て終わりました。もう来ねえよこんな村。まだまだ歩きがり継続です。でもまず味なのはスルーだスルー。レベル上げはやっぱり茜の耐久力問題のためです。悪手含めガチガチに固めていても足りないので、体力を上げていくしかありません。村長の用事は他の神器も守ってプリーズ、というものでした。言われなくても守るんだよなぁ。移動経路どうすっかな俺もなぁとか考えていると、船は村長が用意してくれるらしいです。ありがとうなぁ。早速用意してもらった船で次の村へ移動します。最新チャートではここで攻撃アイテムを買い込むのですが、動画のチャートでは何も用事がないのでそのままで出先に進みます。新エリアに入って敵がちょっと強くなりましたが、やっぱり全体攻撃していれば大体平気です。今までに比べて少し広いダンジョンなので、朝一の宝箱だけ回収します。入り口まで戻ると長いからね。まだまだ狩りきつい道です。ちなみに経験値は分配式ではないので、間引いて集中とかはできません。まあ戦闘後自動蘇生なので間引きとしても大変なんですが、ここまでそこそこ稼いできましたが、こうです。茜のレベルが足りませんでした。きつい恐怖だ。洞窟の奥には囚われていたはずのシャンプーとどこから来たのかムースがいました。ムースは蝶がつくど金眼で、メガネがないと愛するシャンプーと地蔵の区別もつきません。お前の愛がバガバじゃねえか。シャンプーをかけて勝負とか言い始めました。洗脳もされているようです。これはもう殴るしかねえな。右手、あとそのための拳。ムースですがかなりの強敵です。休む、という回復技。と見せかけて一切回復しない完全デレ行動があるにもかかわらずきついのです。理由は最強攻撃技があるため。その名も、通常攻撃。攻撃力自体も高く今まさに茜が落ちかけましたが、今までのボスと違い、通常攻撃にはクリティカル判定があるのです。クリはほぼ倍ダメなので、現在最も硬い溶画でさえ即死。無理無理無理耐えられない。そして蘇生はアイテムしかないので、落とされたら少ない手持ちを切っていくことになります。蘇生は買えるのですが枠外火薬。いやなっちゃう。レベルが足りず、ギリギリな HP での乱数勝負に負けました。生き返るわー。一個しかない蘇生を消費。次に落とされた場合、最悪勝てても今後の経験値予定が狂ってしまうのでさあ大変。もう、なんで私ばっかり。やだ、やだ、でしょ、やだ。リセルか押し切るか非常に悩むタイミングです。そもそも押し切れるかどうかも怪しいんですが、どうすっかな俺もなぁ、と殴りながら考え中。どうなるか試してみるか。まあいけるだろと判断、とはいえもう粘るのは無理なので後で使う予定だったアイテムもドバーッとつぎ込んで押し切ります。やった。勝ったは勝ったけど、茜の経験値これからどうしよう。ムースを撃退。殴っても正気に戻りませんでした。そうなのか。シャンプーが復帰。何やら次の村にパンダがいるらしいので行ってみましょう。シャンプーの性能は補助系です。異常回復、蘇生、攻撃防御強化、そんな感じです。今回はここまでです。じゃ、また会うね、再戦。倍速から始まる RTA 第3章始まるよ。塩化がなくなったので、アイテムを回収したら、次のボスまでに今度はシャンプーを育てたいので、茜の防具をすべて外してシャンプーに回します。前回、シャンプーは補助系という説明をしましたが、奥義の中で特に重要なものが2つあります。1つは、復活。単体蘇生なのですが、回復量が200と高い上、実は落ちていないキャラも対象にできます。しかも消費が非常に軽いのでパーティー時に大きく役立ちます。もう一つは、剛腕力。攻撃強化です。
攻撃力が倍化するので撃破ターンも縮むしドリンクの消費も減るしでいいことづくめです。まあまだどっちも覚えてないんですが、桜の村に、スカー、あ、ハゲ親父だ。ゲンマを見つけたようが、とっさに後を追って駆け出します。そしてこの距離で真逆に向かっていく方向音痴。またマリサさんはやらかしたんですか？探してもどうせ見つからないので放っておいて買い物です。不要品を売り、回復組二人を固めます。特にシャンプーは起点になるのでしっかりと復活を覚えた後はシャンプーさえ残っていれば立て直せる展開が非常に多いです。これは蘇生と行動順の仕様が関係しているのですが、またいずれ。続けて消費アイテムの補充。ドリンクもだいぶ減ってきたからね。他にも復活までのつなぎ兼シャンプーが落ちた時用の蘇生、今後使う脱出アイテムも追加しておきます。蘇生アイテムは高いけど強力なものにラインナップが変わってしまいました。あんまり買うと今後のお金が辛いのでほどほどに。金もねえ、枠もねえ、時間もそんなに余ってねえ。何やら館にゴッドパンダとかいうのがいるらしいので突撃します。しかし入り口には門番が。仕方ない、ここは。ねえ先輩、私お願いがあるんだけど。早乙女優は目的のためなら手段は選ばないのだ。ここは最初から演歌もないのでサクッと回収、サクッとボスインしてしまいましょう。シャンプーはレベル的に全然耐えられないので、防具は際どい茜に回しましてと。おいコルア、何やってんだパンダこの親父、洗脳ではなく武神にビビった挙句ハーレムの王様にしてくれると言われて抱き込まれていました。ということで幻魔戦です。お供二人は完全におまけなのでいいとして、幻魔はやはりあやつらいです。耐久が厳しく、落ちたら蘇生アイテムを切るしかありません。シャンプーはどうあがいても足りないのでたげられな。まだまだ。シャンプーは想定内。アカネはギリ耐えるので問題はありません。削ってか。ムースで落ちたからレベル足りてなーい。許して、あんまりタイムブレしないゲームだからボス落ちはリセ案件なの。怒る、バステテイカなのでデレ行動。削ったのでここでシャンプー蘇生。経験値を入れます。そしてワンチャン勝負の指圧剣通れば数ターン行動封じです。麻酔弾だよ。楽勝なんだよ、べ。あ、危なかった。シャンプー落ち蘇生落ちとループして絶望するパターンは何度かありましたが、積みかけるのはなかなかありません。よし、そこに座れ。星座だよ星座。なんだかんだありましたが、父を思う息子の愛により幻魔は改心しました。そして内部情報により神器の場所が分かりました。幻魔を加え、早速向かいましょう。幻魔はタイプとしては両側に近い高耐久アタッカーです。また全キャラで唯一変身後専用技を持っています。まあほぼ使わないんですが、悲しいなぁ。おう加速するんだよ、アクシロよ。シャンプーのレベルを上げて、復活、を入れたいので、数が多めの演歌を選んで買っていきます。幻魔が癖のない全体攻撃である、瞬魔を飛行弾、と逃げ技である、猛虎落地性、を持っているのでこれも活用。比喩焦点波を打ち続けていると陶器が切れますが、ドリンクは使わず歩きでの自然回復に頼ります。そんなに経験値がきついわけでもないので、足りない時はさっさと大逆走をして再度溜まるのを待って問題ありません。この洞窟ですが、幻魔を倒す前と後で敵テーブルが変わるという特徴があります。結構先の敵が出現し、強い代わりに経験値が激うまになるのです。この情報は生放送で教えていただいたのですが、詳細がなかなかわからず苦労しました。
ネットの海をさまよっても見つからず、放送で当時のレトロゲー裏技本を持っている勇士を募るという時代を逆行する情報戦術を展開。発掘に成功したリスナー様が颯爽と登場、ついに解明されました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。それでできたものは？いやー、まあ。調査した結果、必要経験値が少なすぎて先行稼ぎの利点がありませんでした。すいません、許してください。何でもしますから。ボス戦到着です。何かを受信したので、現場の装備をすべて剥がします。なんでだろうなぁ。ムース君、正気に戻ろう、と若者を説得する現場。これは改心した人格者ですねー。とここで噂の武神が登場。武神にビビってなんと再度裏切る現場。熱い手のひら返しにパンダの手首はボロボロだな。クズが。ムース&現場戦。RTA 中3本の指に入るきついボスです。過去のムース、現場とほぼ変わらないのですが、これが二人同時となると一気に激化。早速シャンプー落ち。さらに茜も落ちかける展開。タゲが被ると誰も耐えられないので、落ちたら蘇生しながら我慢するしかありません。アイテムは蘇生もドリンクも全力投入。片方落とせればほぼ勝ちなので、耐久の低い現場から殴っていきます。幸いどちらも休むと怒るのでレコードがあるので、頻度が高いことをお祈りします。ここで押し切れると判断、攻撃アイテムを放します。やめろ！死にたくない！死にたくない！アイテムが厳しいのでシャンプー蘇生からのふ。夢なら覚めて。君たちは何も見なかった。いいね。そして今更ながら茜の HP 減ってるじゃん。雑魚戦で回復し忘れたな。まあどうせ復活使うしいいか。なぜ何茜子断蘇生編。キャラが落ちた場合でも、そのターン内での順番待ち状態は変わりません。つまり足の遅いキャラが落とされた場合、そのキャラに回る前に蘇生できれば行動権がもらえるのです。この仕様とシャンプーの早い行動潤滑性コスト蘇生が噛み合い、シャンプーさえ落ちなければターン内行動に影響がないという状況が作れます。これは茜子断 RTA の必修科目です。覚えていないと立て直せない展開がままあります。要はシャンプー殴られないようにお祈りしましょうってことです。こいついつもイカ役。そんなことをしている間に現場を落とせました。これでほぼ勝ち確です。あとは経験値をしっかり入れたいので、全員生存状態で撃破するだけです。やだ、やだ、でしょ、やだ。蘇生アイテムか。アイテムが、ただでさえ茜がすでに予定からずれてるというのに、さらにシャンプーもとなるともうどうしたもんやら。まさに押してするべすね。なのでもうシャンプーにおさわりするのはやめてください。死んでしまいます。そしてリミズのように使われるドリンク。今後は敵の耐久力も上がっていくため、この光景は見飽きることになるでしょう。殴った回数的にそろそろ終わるはず。もういいから休んでろよ。今日は休め。いいぞこれ。ザコか。ふう、何の問題もなく突破できましたね。すげーきつかったな。と、息子に連敗したゲンマは走り去ってしまいました。一方、ムースは二度目にしてようやくポンコツ脱却。洗脳されていた時の記憶からアジトの場所もわかりました。やっちまうぞ、やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。ということでムースが加入。全体攻撃強化に全体防御強化と、性能は補助全振りといった感じです。これは有能ですね。ドラ1即戦力としてしっかり活躍してもらいましょう。いつものように宝箱を回収して脱出です。加速加速。
アジトまではカイロということで、船で移動です。これもパパッと加速してしまいま、なんで等速にする必要があるんですか？あら、雪降ってるじゃない。この俺が星の爆発くらいで死ぬと思っているのか。ひっそりと無駄演歌するのはやめ。チクリー昇格お姉さん、逃げ足には自信に来。この演歌だけで16秒損してるじゃないか。ふざけやがって。改めて最近になって男子禁制になった木野村へ。本来の目的地とは違いますが、いろいろあったのでとりあえず寄っていきましょう。女、女、猫、アヒル。よし、通れ。あっと急に温泉が吹き出した。正体がバレてしまいました。無情にも牢屋へレッツエンドを。またしてもアカネとシャンプーは別行動となってしまいました。なんとかして牢屋から脱出しなければ。ここは一体どこなんだ。唐突に消え唐突に現れる程度の能力。アカネやシャンプーを探すため、男3人で組むことに。上辺でよくある光景。3人はどういう集まりなんだっけ。加速です。溶岩の開けた穴から迂回し、出口に向かいます。見張りに話しかける前にしっかり水をかぶって男じゃないアピール。通り道にあるアイテムは一通り回収。そのまま使ったり金策にしたりいろいろです。しかしアイテムが多いということは枠との戦いでもあります。調整できていない時は安い消費アイテムを捨てて枠を確保。もっと枠増やしてくれよう頼むよう。館から出たら姿を偽ったまま買い物タイム。先に装備を変えて売る手間を減らします。まずは防具屋へ買い物だ。金策用アイテムと使わなくなったものを軒並み売却。できたお金で、今後のパーティーに合わせて防具を買い込みます。主にパーティー時の要である女子二人ですね。続けて武器屋へ。このタイミングでムースの装備を全剥がし、あ、防具屋前に外さないのは枠の関係です。外したものを売り、お約束のナックル系を新調。買ったものを装備しましてと、最後に道具屋へ、消耗品を買い込みます。まずはお風呂を売って枠を開けましてと、ここで謝罪タイム。この動画は急チャートなので買い物がぐっそ下手くそです。ちゃんとした手順は右枠を参照。ごめんなさい。買うのは今後のボス戦で重要になる攻撃強化。ここまでに使ってしまった分の蘇生。そして姉ちゃん、ビンビンドリンクいっぱい。プリーズ。やっとこさ準備も終わりました。アカネとシャンプーが連れ去られた森の村へ移動です。嫌な予感がするので溶岩に夜間を使って戻しておきましょう。お湯はいらんか？ムースくん、人間に戻っていないので人を発せない模様。戻しているとちゃんと喋ります。悪の校長、人質作戦を上司に邪魔されてやけっそです。校長ですが、天魔ムースと比べたらクソ雑魚なめくじです。
シャンプーが落ちない限り崩れることもなければ目立った消耗をすることもないのでボコるだけ。さらに今回は指圧剣もさらっと通ったので楽勝でした。タイム的にも。うん、惜しい。でも指圧剣より先に攻撃強化だったと思うんですけど。はぁ、しょうがないわね。ドリンクでビンビンになりながら蹴りを繰り返すお仕事。ということで何事もなく終わりました。いやしボスを倒したところで、そろそろ先を考えて貧乏ゆすりが止まらなくなる頃です。そんなことありますよな。校長を追い返し、アカネとシャンプーが最後言う。ムース。一度も行動しなかった鳥類のことはもう忘れましょう。買っておいた装備を二人につけてと。必須フラグを立ててから本来の目的地である森の村へ、赤猫団のアジトへ乗り込め。長い移動が入るので、視聴者の皆さんのためにこんな動画を用意しました。うーちゃん、俺のこと好きか？え？は？大切なことなんだ。真剣に答えてくれ。ランちゃん、もちろん好きに決まっとるやんか。ああ、いやいや、女の口から。こんなこと、もっと。ああ、こっぱずかしい。モテる、俺はモテる。よーシャンプー勝負だ。俺を好きだと寄せてやるぜ。腐れゲド。はははは、はこれが早乙女家の血筋だ。森の村に着きました。お約束の買い物です。いつものように不要品を売って枠を開け、ドリンクを目いっぱい買います。今後、店売りのドリンクはワンランク上がってしまい値段も跳ね上がるのです。まだまだお金使う予定があるのでケチっていかねば。どこへ行くんだ？ちょっと待って、ドリンク買ってないやん。はい、すいません、君も下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。よしよし、準備完了です。それでは先へ進みましょう。いなくなった高校の生徒は洗脳されここで働いていたようです。そして探していた最後の神器、森の鏡が出土していました。これは渡せません。しっかり回収しなければ。しかしまたしても校長による妨害。鏡は持っていかれてしまいました。待て待てー、ということでアジト内部へ追いかけましょう。ちょっと入り組んだ道を進みますが、正規ルート進むだけだから問題ないな。ここのボスもそうですが、少し先に地獄を見るボスが待っているのである程度は歩きがりもします。美味しい塩化だけは全体で倒し、他は逆走です。最上階に。今回はここまでです。じゃ、また会うね、再戦。激烈なボスが畳みかけてくる。悪夢の RPA 始まるよ。
早速ですが RTA 壊れちゃうボス三重士の二つ目、クノウケ三人衆です。何がきついって単純に三人いることがきついです。どいつもこいつも攻撃力が高く、単体攻撃で瀕死にされた後全体攻撃でとどめを刺されるという展開がままあります。粘るのは、無理無理無理なので戦法はただ一つ、速攻じゃー。狙うのはまず縦脇。単体攻撃率が高く、自己の起点は大抵こいつなので優先です。メイン火力はランマなので、とにかくランマの行動剣だけは意地でも確保。他はおとりだよおとり。タッチいいね、しねえ。なかなかやるじゃない。これで回復がほぼ追いつくので、一気に自己率が下がりました。勝ち確定と言っていいでしょう。次に狙うのは小立ち。公共はダメージなしの単体ボジ技というデレ行動があるので後回しです。全体痛いよー、3人残ってる時に連発されなくてよかった。でももう縦脇がいないので、アカネとシャンプーの陶器を切らさなければ破綻はしないから平気平気。アカネの陶器切れてるけど攻撃重視で問題ないな。割とマジな地雷女もしねえ。ここがお前の死に場所だ。残り一人になればあとはもう消化試合です。みんな踊れー。ここまでにも両側の獅子方向弾で削ってあるのでサクッと終わります。悪の校長ね、しねー。残念だけどその程度じゃダメね。よかったよかった、鬼門を無事突破できました。クノウケ3人も説得で正気に戻りました。無事に神器の最後の一つ、森の鏡も保護。これで赤猫団の野望を阻止していただけるのですね。とここで幹部2人目、スザクの登場。なんとボス連戦です。ですがこのスザク、悲しいかなクソザコなめくじです。強化技を使ってから単体攻撃されると即死なのですが、一人落ちたところでシャンプーが蘇生して終わり。しかも連戦を加味してか、一体なのに HP も良心的。もし強化技でも1ターンくれる間にがっつり削れるのでパパッとやってしまいましょう。でもシャンプー落とすのは NG。蘇生アイテム使うと金策圧迫するんだよ。クノウケでうまく使えずに余っていた攻撃アイテムも投入。勝利。おう帰るんだよアクシロよ。正気に戻った校長は生徒たちを連れて日本に帰るそうです。ランマは体質を治すもとい赤猫団自体を倒さなくてはいけないので、このまま残ることになりました。いつものように塩化のなくなったところで直近のアイテムだけ回収し脱出です。校長に頼み、途中までは飛行船で連れて行ってもらうことにしました。ヘイタクシー。火境が近いので、次の村でしっかり補強します。ここからお金が厳しくなるので、先に装備を外して売り飛ばしてから新調します。攻撃役2人のナックルを回復役にお下がり、攻撃力よりは速度アップが目的です。最後から数えて2番目の買い物なのですが、ここからラスト直前までが最も苦しい区間となります。そのため、チャート作りのごくごく初期はフラグがないこの村をカットする案もあったのですが、やってみたらまあきついきつい。買い物カットするために雑魚でレベル上げをするという迷走具合を発揮したためボツとなりました。ここに来てなぜか残っていたハリセンをやっと売却。本当は羅刹目終わったら売るんですけど。武器の新調は今回もナックルです。しかし値段が高い。防具は買えないのでスルー。というか買うお金がありません。でもアクセサリーは購入。どうしても欲しいものがあるのでこちらは切れません。買うのはハヤテの腕輪と守りの腕輪。素早さの上がるハヤテは雑魚戦でランマが最初に行動して逃げるため、守りはボスの攻撃を回復役が耐えるためです。忘れずに装備を整えましてと。
てな。道中はフィールドの敵だけ狩ります。弱いのにうまじ、経験値もお金も不安なので美味しくいただきます。一方ダンジョン内は敵が強くなっていて倒しにくいのでガン逃げです。以前説明した敵テーブルが変わる稼ぎですが、その時出てくるのがここの雑魚です。ゲンマに会う前のタイミングでここまで先行すると考えると狩るのも一苦労なのが分かっていただけるでしょう。回収は通り道にあるものだけで十分です。というか寄り道はロスるし危ないしでいいことがありません。素早さ装備を積んでいるのですが、それでも稀に先行されてしまうのが困りもの。ダンジョン奥まで進むと分かれ道がありました。唐突に揉めた結果、ヨーガとシャンクーが離脱してしまいました。仕方ないのでアカネと二人で直進です。どこへ行くんだ。ちなみに二人が消えた道、下で繋がっています。しかし姿はどこにも。異次元に行ったのかな。何やらそれっぽいところに出たので、回復とチキンセーブをしましてと。二人の時にボス戦だってー。ということで武神にけしかけられた風神雷神戦。しかしなんという紳士、襲ってくるのは一人ずつです。どこかの鬼畜コンビも見習ってほしい、欲しくない？あ、強さもちゃんと二人用に調整してあるのでさらっと処理して終わりです。なんて親切なゲームなんだー。二番目でお待ちの雷神さん、こちらへどうぞ。こんにちは、しねえ。一応、風神撃破後にレベルが上がらないと消耗した状態で雷神戦に入ってしまうので危ないこともありますが、蘇生使わされるのとタイムロスするくらいで済むでしょう。再度合流したシャンプーに、娘が誘拐された。すいません、許してください。何でもしますからと頼むと、今何でもするって言ったよね。じゃあ日本戻ったらデートしろと条件を出されました。マジかよ、俺でいいのかい。ということで茜を追いかけて二人旅です。返して欲しければ集めた神器を持って茜小団の要塞まで来いと言われたので仕方なく配達です。ヨーガ？知らん！こういうケースは前にもあったよな。道中は全逃げです。逃げ足で言えば、マリサの方が最速で敵人よ。ここは一体どこなんだ！あなたはいい加減、ドアから入るってことを覚えなさい。いたぞー！いたぞー！途中でヨーガを拾ってから要塞へ向かいましょう。ちなみにヨーガがいないと要塞の入り口を開けられないのでスルーはできません。よし、次は分かっているな。加速だ。細かい倍速が多いので話すことがなくなってきました。長ければクッキー流すんだけどな。俺もな。建物発見。まるで要塞よ、きっと敵が待ち構えてるわ。侵入されてしまいました。一方その頃は茜はといえば四天王のトップ、聖優との開口を果たしていました。色物ばっかりな他の幹部と違い、聖優は何やら普通のようです。こやつ、何か隠しているな。とぼけちゃって。移動なので加速です。
到着です。声優は茜に着替えを加えるつもりはないようですが、真偽すべてと交換であれば茜を返してくれるそうです。身分証貸してください。誰が貸してあげるんですか。そう来ると思った。はぁ、しょうがないわね。ちゃんと茜は返してもらいました。約束を守るとか。メートリックスがいたら奴も笑うでしょ。君は行方不明になっていた玄武じゃないか。何やらパワーアップして帰ってきたらしいです。これは全力で迎え撃たないと危険だ。帰ってきた玄武戦ですが、特に何もありません。再生怪人の末路なんてそんなもんです。どれくらい強化が追いついていないかというと、クソ雑魚なめくじ先輩と比べるのが失礼なくらいです。その程度のパワーで俺を倒せると思っていたのか。1ターンで終了。そのくせ経験値はちゃんとこの辺りの適正ボスくらいくれます。うん、おいしい。なぜこんなに弱いのかと聞かれ、生きるので精一杯だったと切なくなる答えを残して撤退。いやまあそう。気を取り直して、神器を持っていった声優を追いかけましょう。このままでは猫魔王が復活してしまう。まずは貴重な全体回復アイテムを回収。必須ではないのですが、すぐ後にきっついボスが待っているので保険で持っていきます。1分弱ロするけど仕方ないね。ここでレベルが不安になったのか雑魚狩り。でもここの雑魚は強いので狩るのも危ないと思うんですけど。過去のトラウマが影響している、はっきりわかんだね。必要レベルはだいたい固定なのですが、今回は茜の経験値がずれていたりで不安になったのでしょう。問題のボスですが、シャートで決めたレベルに足りていれば勝率は7割くらい。足りていなければ2割くらいでしょうか。四天王最後の一人、ヤッコです。玄武に比べたらちゃんとボスしていますが、負ける要素はありません。雑魚勝った時の消耗がひどすぎて反壊していますが平気平気。大丈夫だよね。フィールドでの回復方法がアイテムしかないのが悪いよ。そのアイテムは枠が少なすぎてドリンクで埋め尽くされるんだよ。持ち物がいっぱいのようだな。はい、ということで立て直しました。あとはもうシャンプーでアタッカー2人を強化した後ひたすら殴るだけです。ヤッコは九州っぽい演出の攻撃技を使ってくるのですが、ムースの休むと同様こちらも実際には回復していません。プレイヤーをビビらせるだけの優しさなのか、単純に設定ミスなのかはわかりません。比較的作りはしっかりしているゲームなだけに、これはミスだなぁと断じることはできないのでした。そうこう言っている間に撃破。余裕余裕。本 RGA 最大の山場です。要塞の最王ではすでに猫魔王復活の儀式が始まっていました。させるか。この巨大猫が赤猫団のボス、カムサルです。猫が苦手なランマにとっては存在だけで脅威。そしてついにカムサルの右腕、恐怖の武神も姿を現しました。その正体は作中最強にして最悪の妖怪ジジイ、ハッピー。ですが、ゲームとしての強さはそれなりです。攻撃力が高く単体と全体を使い分けてきたりもしますが、ノーダメージ弱体、の、にやける、というデレ行動もあります。回復が追いつかないことはまずないので、ボコレボコレー。タイム短縮兼ドリンク節約のために、攻撃強化アイテムも使っていきます。システム上、即死したり回復が追いつかなかったりさえしなければ戦線維持できるので、予定したレベルさえ確保していればそうは負けません。火ダメよダメの乱数も狭いですしね。つまり勝負は数だよ兄貴。
資金回復ではなく押し切って勝利。なかなかやるじゃない。さて問題はここからだ。八方斎を撃退し、ついにカムサルと直接対決です。あ、でもやめて、猫は怖いの。猫は怖。説明しよう。ランマは猫への恐怖が限界に達すると自ら猫になりきってしまうのだ。ということで暴走したままカムサル戦です。カムサルは単体攻撃、単体強攻撃、単体ダメなし混乱、全体攻撃という行動パターンです。戦術ですが、とにかく全体攻撃である猫嵐をされないことを祈ります。初手に来なかったので固められます。やめてくれ。死にました。死にたくない。死にました。死にたくない。はい、ということで無事半壊。気合で立て直します。ちょっと待って、シャンプーに防御強化つけたのに耐えてないやん。ここで耐えたくてレベル上げてきたの、わかる？この罪の重さ。死にたくない。死にました。死にたくない。あー痛い痛い痛い。猫嵐連発はやめろ。猫嵐連発はやめろ。ちゃんとシャンプーの経験値確認しないから。雑魚、八方斎、カムサルと続く連戦なのでリセルト大ロスです。RTA 壊れちゃう。猫拳状態のランマはいわゆるバーサーカーです。威力の高い技をノーコストで連発しますが操作不能。ここでシャンプーに混乱が刺さります。状態異常回復はシャンプーとアカネが持っていますが、アカネのものは陶器の7割ほど消費と激おも。蘇生薬のシャンプーを早いところ復帰させたいですが、陶器消費と回復が追いつかない。ランマが操作可能ならドリンク配っていけるのですが、イベント強化が裏目に出るのが RTA。 死にました。死にたくない。死にました。死にました。あかん、これで患者死ぬ。とにかく心臓部のシャンプーを蘇生して、ムワーン混乱通された。もううん。でもアカネならシャンプーで混乱解除すればまだ。ここでアイテム欄をネットリ見るも蘇生アイテムが全滅。やべえよやべえよ。最悪勝てればいい。ランマに削ってもらいましょう。ちなみに復活は200回復なので、最大値まで回復させての蘇生はできません。道具もねえ、陶器もねえ、味方もそんなに残ってねえ。あら大変、もう時間が。あ、どうしましょう。私って怪我しやすいのかしら。ねえ水学、死ぬ死ぬ。シャンプーの復活とアカネの前回手当てで無理やり立て直すしかもう未来はありません。持ち直す前に猫嵐が来たら。わかるな。祈りは済んだか。混乱通る率高いよ。すいません、許してください。何でもしますから。体力も同時回復するを高い方のドリンクも状況に合わせてどんどん投入。シャンプーの混乱が解けたかどうかは順番が回ってこないとわからないので、信じてたの蘇生からしていきます。猫嵐が来たら破綻。知らん、威張るな。シャンプーが行動成功。やっと3人まで復帰。3人でくるわ。なんとか、なんとか出れてくれました。やっと4人目も蘇生成功。これならいけそうです。ダメージソースは全てランマ。他が攻撃に回る余裕なんてないんだよ。ちなみに視圧剣や回輪傘のような異常技もそれなりに通りますが、効果時間が0ターンになっているので無意味です。やーっと撃破。長く苦しい戦いだった。できれば両替以外は生存した状態で倒したかったので、結果だけ見れば良い方でした。カムサルはなんとかぶちのめしましたが、月を突かれて星の水晶に願い事をされてしまいます。結果、カ
カムサルはついに猫魔王としての復活を遂げてしまいました。私は子猫じゃないぜ、私は負けない。猫魔王には勝てなかったよ。カムサル改め猫魔王は水晶の力を使って世界征服に乗り出してしまいました。我々の目的は世界征服である。果たして世界はどうなってしまうのでしょうか。ということで今回はここまでです。じゃ、また会うね、サイチン。ストーリーをガン無視する最後のパート、始まるよ。猫魔王の復活を阻止できず、圧倒的なパワーの前になすすべなくぶっ飛ばされてしまったところからスタートです。とりあえず命だけは取られなかったことを喜びつつ、先に目を覚ましているらしい仲間たちに会いに行きます。全員に話すのがフラグだからね、仕方ないね。シナリオも最終版、お約束のメンバー入れ替えができるようになりました。しかし主人公であるランマとヒロインの茜は固定です。選べるのはここまでに仲間になったキャラで、支配下登録は4人までなので自由枠は2人となります。ヨーガ、シャンプー、ムース、ゲンマ、誰を選び誰を捨てるか、それが問題だ。ヨーガとゲンマは高耐久アタッカー。物語も佳境に入り、この後ボスラッシュがあるので殴り役が欲しい。忘れてくれ。攻撃なんてランマ一人で足りるからいらねえんだよ、べ。ということで最終メンバーは、蘇生のできるシャンプーと全体強化持ちのムースです。さて、猫魔王をどうしようという話になりました。生き字引コロンガイウには、かつて猫魔王を倒した武道家は星の猫じゃらしという道具を使って短時間だけ星の水晶の力を封じたというのです。つまりその猫じゃらしさえあれば猫魔王に勝つことができるかもしれません。しかもこの村に封印されているとのこと。早速回収に向かいましょう。その前にまずヨーガを加入して装備を剥がし、改めて最終メンバーに変更。続けて最後の買い物です。全員の防具と攻撃担当のランマの武器を新調。お風呂は全て売ってお金と枠を確保します。急いで服を脱いで、指輪も取れ、身分証も全部出せ。いいな。身分証貸してください。援護3人は武器も売ってしまいます。金現金だな。パーチュリーは基本的には意識しなくても金欠にならないゲームですが、自己多発などでアイテム消費がかさむと稀に足りない時があります。チャート初期は金作アイテムを拾ったり買う分の防具を拾ったりしていましたが、なくてもなんとかなったのでカットだカットと。はえ余裕があるわけでなく、展開によってドリンクや蘇生の消費量が変わってしまうため買い込む量を固定しにくいです。そして出来上がったチャートが、大体なんとなくで買う、です。行き着くところが手の込んだ手抜きなのは RTA ではよくあること。あるよね？おお今更ですが、防具は主に男用と女用に分かれています。ランマの変身で使える装備が変わるとかなら面白かったんですが、さすがに贅沢でしょう。とはいえ実際切り替えられたとしても、性能の方でそれほど差はないので使い分けたりしないと思いますが、装備品の準備が終わりました。お金が消し飛んだ。続けて最後の消耗品補充。またまたお金を作るために、先に装備を変えてお風呂を処分します。一瞬ムースが武器を装備していますが、これもちゃんと外しております。攻撃する機会ほとんどないからね。ボードをよこせ。生地計算しなくてもなんとかなる分、金作周りのチャートはガバガバです。だらしねえな。必要を感じなければ調査も調整もしない。それが RTA 芸人なのだ。そしてここでねっとりとアイテムの残りを確認。
これだけでだいぶロスってますが、2時間超えた RPA が破綻するかどうかの分水嶺なので許して。ドリンクがの必要数は20個以上。他にも蘇生、お金があれば全体回復も欲しいけどな俺もな。最大3万弱あったお金が残り500元を切りました。ドリンクも想定ギリギリ、ちょっと。不安じゃな？またしてもネットに確認。ビビりすぎー。お金が少しだけ余ったので桃を買い、残金59円。お財布が軽いなぁ持ち運びやすいなぁ。お買い物も終わったので、猫じゃらしを取りに村の北側にある洞窟へ行きます。そうだよ。本来なら洞窟へ行き、昔の戦士の魂が守っている猫じゃらしをもらうために自分たちのコピーと戦うのですが、取りに行くと5分以上かかるのでカットだカット。猫じゃらし、水晶の力を封印、そんなもんいらねえんだよ、べ。最終決戦前ということで、再生怪人によるボスラッシュです。とはいえ連戦ではなくバラバラなので、戦闘自体は余裕余裕。ただし問題はドリンクの残量。何も考えずにグビグビ飲むと必要分が足りなくなってしまうので、この辺は完全に使用数を固定しています。直前の雑魚演歌で先制されて反壊していますが、負けるわけないない。あっさり立て直しました。そんなんじゃ甘いよ。防御面はムースに順番が回った時点で五神完成。疾風飛行壁、という全体防御強化な最強奥義があります。これがあるというだけで採用待ったなしなほど有用。あとは攻撃強化したランまで蹴って終わりです。ダメになるでしょ。暴力セックス金、暴力セックスって感じ。ちなみに防御強化がないと火ダメがみな手当ての回復量を超えてしまい、消費量の多いみな治療を使うドリンク投げないと追いつかない、となるのでドリンク不足から最終的に積むことになります。ムースイズゴッド、これは宇宙の真理ですね。状況さえ整ってしまえば苦労は申しません。片付けて終わりよ。落ちろ。落ちたな。この調子で他のボスも始末してしまいましょう。戦法も別に変わらないので、倍速でいいな。ここでは四天王のうちリーダーである聖龍以外の3人と戦います。剣舞、朱雀にはドリンクを1つずつ。ヤッコには2つ投入。回復が圧迫されて茜にドリンクを使う羽になることもありますが、できるだけ抑えます。落ちろ。落ちたな。復活朱雀もやっぱり楽勝でした。経験値だけは。うん、美味しい。最後は再生を遂げて白くなくなってしまったギャッコです。これもわかんねえな。例によって。ダメになるでしょ。暴力セックス。カレー暴力セックスって感じ。ただしギャッコは HP が多いので少し手間がかかります。落ちろ。出直してくれる？ヤッコも何事もなく終了。これでラスダンへの道を開いていただけるんですね。
声優は他の四天王とは違い、猫魔王には気まぐれで仲間になったらしいです。しかも猫魔王に勝ったことがあるとか。つまりかつて猫魔王を封印した武道家とは、半壊どころかほぼ全壊で戦闘入りしましたが、まあなんとかなるでしょう。声優は単体攻撃、全体攻撃、攻撃強化の行動パターンです。開幕全体されてたらリセットだったな。幸い単体攻撃だったので、蘇生から回復して立て直しましょう。続けていつもの防御強化。これで勝ちが確定。しません。嬉しいだろ。声優は全てのボスで唯一全体攻撃と強化技を同時に持っています。このゲームでの強化や防御は最終ダメではなく捨てに補正がかかっているので、強化が入ると一気に変化します。現在パーティ最大であるランマの HP が350弱ですが、強化全体とされると防御強化済みでも全体500オーバー食らいます。無理無理無理、埋めない。さてどうするかですが、画面を見てる兄貴はお気づきでしょう。伝説の武道家声優くん、異常耐性がありません。マジかよ。なので指圧剣で頭をさっぱりして差し上げてる間にボコボコにします。兄ちゃんよー、気持ちいいかこら。おーまい。おっと、ちょっと入れてくれよ。操作ミスで逃げようとしてます。何やってたこいつ。ドリンクをケチって普通に殴ってみたものの、なんか足りねえよなぁ、と思い直して結局1本投入。違う。3本使いましたが、本来は2本です。原因はただ1つ。装備を変え忘れたせいで火力が落ちているから。さすがサイヤ人と褒めてやりたいところだ。言わなく、書かなかった。チャートは守れって。まあ勝ったのでよしとしましょう。声優ですが、猫魔王と再び戦ってみたいがために近づいたものの、昔よりはるかに強くなっていた猫魔王を見て、勝てるわけがないと悟ってしまい、自分より強い武道家を待っていたとのこと。なんだ、俺立たしてやるか。しょうがねえな。最後に貴金セーブをしましてと、忘れていた装備変更もちゃんとしました。ラスボスで火力が足りないとドリンクの関係で積んでしまうので、ここだけはしっかり。いざ鎌倉。猫魔王は完全のその力を取り戻し、世界が恐怖のどん底に落ちるのももはや時間の問題のようです。伝説の武道家の願いを受け、恐怖を克服したランマくん、正気を保ったまま猫魔王と最終決戦です。ラスボス猫魔王。行動パターン自体はカムサルの時と変わりません。攻撃力は声優とさほど変わらないレベルですが、防御力と体力は跳ね上がっています。通常攻撃ではまともにダメージが通らない装甲と、カムサルの時から3倍になった耐久力。ラスボスらしく長期戦待ったなしです。ダメージソースは強化した上でのランマの飛翔客のみ。今までと変わらないな。本来持っているはずの猫じゃらしを使うと、数ターンの間猫魔王をカムサルに戻すことができ、防御力がガクッと落ちます。通常プレイではそうしてまともに通るようになった攻撃を当てて倒すのですが、剥がさないと無敵、のような必須クラブではないので RTA では無理やり突破します。イエロークレッシャー！強化全体がある声優のように事故る可能性はありません。かつて絶望を背負いかけた猫嵐も、ムースゴッドのおかげでもはやそよ風です。じゃあもうあとは消化試合だしパパッと倍速して終わり、としたいのですがそうもいきません。ことあるごとに言ってきたので悟ってしまった兄貴たちも多そうですが。そう、ドリンクです。2発撃つごとにランマにドリンクを1本使うので、ドリンクがゴリゴリ減っていきます。切れたら切れたで防御を使って回復すればいいので厳密には罪ではないのですが、前線を支えているのが茜の全体回復だということを忘れてはいけません。ドリンクがつき、茜の陶器がつき、した時には全滅の目が出てきます。なので見どころはドリンク残量となります。火種がかさむことで茜にドリンクを投げる展開にならないことを祈りましょう。わかりやすいのが猫嵐ですね。
アカネの陶器を使わされるので連発されると陶器が真っ赤です。だからやめろって。また、防御できなかったシャンプーに単体攻撃が刺さるのもまずいです。蘇生アイテムも持ち込んでいますが、これが切れたらアカネの陶器への負担が真っ赤です。アカネとシャンプーで相手攻撃に対応していくため、ドリンク薬は自然とムースになります。ランマ以外は手が空いたら防御して火ダメカットしたいのですが、なかなかさせてもらえないのが辛いところ。シャンプーに混乱が刺さりました。また？また君が壊れるな。茜の陶器がない時の猫嵐はやめろー。これはいけません。陶器の残りが数値表記ではないので、足りるかな、足りないかな、と迷う場面はたまにあります。今回は無事足りました。これで心置きなくドリンクが。そんなに通る率高くないだるるを。そしてどうせそんなに猫嵐は来ないだろうと鷹をくくってドリンクをランマに投入。茜は防御で陶器試すれば間に合うだろうと思ったらこれだよ。やだ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 。微妙な陶器残量再び。これは足りないのでドリンクを茜に投げられませんでした。ランマに使うタイミングではないので単純ながば操作だな。みんな殺される。猫嵐だったら壊滅していましたが、なんとか許されました。みな手当てではランマが安全圏まで回復できないので復活で底上げ。そして茜がみな手当てを使いまたしてもガスケツ。ここはランマの体力しか減っておらず、活闘機も切れていたのでお高いドリンクで全回復。だったら復活使う意味はないんだよな。まあ迷ってタイム遅れるくらいなら多少はね。そしてドリンクケチケチ戦法が今回はヒット。猫嵐が来ない間に茜の陶器を戻せました。しかし回復することもなくとどめです。この俺を超えることはできぬ。いやーいやーいやー、ゴールちゃん。デート君、私やりました。怒られて正気を取り戻したカムサル。何やら星の水晶の魔力に見せられてしまったせいで欲望のままに動いていたようです。よし、反省しているならいいだろう。頼みがあるんだな。代わりに水晶の力でこの変身体質の改善を。あ、待って待って、なんか怖そうとしてる。その前に願い事を叶えさせて。ふう、危ない。なんとか間に合った。これでついにふざけた体質とも。おさらばでございます。しかしここで元武神八方斎が乱入。大事なところなんだから邪魔するなよ。やめろよ。ふざけんな。なんでこらガキ。お前らとは簡単には死なさんぞ。ワーキャーやっているとカムサルが、そうか君たちはお家に帰りたいんだね、と察してくれたようです。結局、体質を治すことはできないまま日本へと強制送還されてしまいました。世は全てこともなし、ランマたちはこうして日常へと戻るのでした。おなりはち。猫魔王の恐怖から世界を救ったランマたちですが、体質改善の野望は叶わず、それぞれの関係にもこれといった進展はなく。マリスさん、お湯ください。今日も平和な一日が始まる。予定でしたがキャンセルだ。シャンプーが約束したデートをせがみに来ました。そんな約束したっけかな。とぼけちゃって。誰が忘れるものか、このゲス野郎。ダメよ、7時半に空手の稽古があるのを付き合えないわ。今日は休め。どこへ行くんだ。はい、ということで完走した感想ですが、ストーリーシステムともに非常に丁寧に作られたゲームなので、原作ファンや RPG 初心者にも安心して進められる一本となっております。
目立ったバグがないというのは、時代を考えるとなかなかすごいことではないでしょうか。アイテム枠など多少不便なところもありますが、味の一つとして許容できると思います。先駆者のいない悲しみ、チャートは一から自作です。生放送でも、ランマって RPG やったんだ、と言われること多々、マイナーゲームの宿命、少ない攻略データとにらめっことなりました。かつてプレイした兄貴たちからの貴重な情報も組み合わせた結果、なんとかそれっぽい形にはなったのではないでしょうか。重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。タイムですが、チャート自体がまだまだ甘いのでもう少し縮むでしょう。でも誰もやってないからこれが世界記録だな。動画中でもたびたび説明しましたが、チャートはちまちま変わっております。でもそのたびに撮り直しと編集としてたら終わらないようはあーんということで編集に踏み切りました。他の動画も見てくれた兄貴たちはご存知だと思いますが、ランマの編集を始めてから別なゲームで自己ベを更新する上にそっちが先に編集終わるという低たらくを繰り返しました。嘘だろお前。録画ファイルを見たら7月になっています。サボりすぎー。できたところから公開していくのも考えたのですが、動画作成に不慣れなこともあり、戻って編集し直すことが多いので一括にしました。例によって細かい編集スキルがないので拙い出来ですが、多めに見て。プリーズ！ランマ2分の1は新装版も絶賛発売中です。ちょっと表紙が残念ですが、中身は面白いままだし多少はね。ラブコメ好きな兄貴たちはぜひ読んでみてください。アニメも面白いですが、さすがに長い。そんな兄貴には OVA や映画がおすすめです。今のアニメと見比べても引けを取らないクオリティが楽しめると思います。ここでタイマーストップ。タイムは2時間38分42秒。普通だな。ランマ2分の1赤猫団的秘宝 RTA はこれにて襲撃です。次回作ですが永遠に未定です。もう会うことはないでしょう。それでは長時間のご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。